スマホ隠そう。リミちゃん、今度シーちゃんもね、大切なもの。したら音楽も聴けないし、アニメも見れなくなっちゃうから。リミも隠れる場所を決める。あ、もう決めたの。こんにちは、シュビちゃんのリミです。はい、今回は、はい、前回のね、動画を見ていただいた方はわかると思うんですけど、前回リミちゃんがね、お年玉を見つけるっていうね、動画企画をやったんですよね。しほちゃんがお年玉を隠してリミちゃんが見つけるっていうのをやったんですけど、10分以内でちょっと見つけられなくて、はい、ということでリミちゃんが逆にね、しほちゃんのものを隠すという企画を、ね、はい、今回します。はい、でリミちゃんが今手に持ってるのは、はい、しほちゃんのスマホです。はい、じゃあ今回これをね、隠していきたいと思います。はい、前回はね、視聴者さんにも隠してあるところは内緒にしてたんですけど、今回はね、一緒に隠すところからやっていきたいと思います。どこに隠すってさっき言ってたの？じゃあまずそれを教えて。さっき しほちゃんに、まずどこに隠そうと思ったの？ここ。ああ、じゃあ一応置いてみて。あ、こんな感じね。ああ。でもなんかここの隙間から見えそうな気もするけど、どうする？まあそこか、もう一個どこだっけ？このソファに。じゃあ入れてみようか、脇から。どうなん、そのピンクのキレの、どう思う？どっちがいいかな？こっちの方がいいかな？どう思う？そうだね。さっき本棚だったから、こっちの方がいいか。でもわかんないよ。でもそこにリミが座ってたら絶対そこ怪しいってなんない？最初からこんな座ってたら。いい、 OK？ じゃ呼ぶよ。ちょっと待って、ちょっと待って。はい、ということで姉なので2年先輩ですから、やっぱりちょっとハンディをつけないとね、リミちゃんがかわいそうなので。どうする？10分じゃなくて、なんでですか？7分？8分？8。おー、8分にします。やっぱ7。ラッキーセブンなので、じゃあ7分にしたいと思います。はい、いいですか姉？はい、妹もいいですか？じゃあ妹にね、ちょっとね、測ってもらいたいと思うんで。よし、じゃあいいですか？7分にセットした？うん、いいよ、お姉さま。いいよ。用意は？いいよ。じゃあ行きます。よーい、スタート。お、決まりました。いいですよ。待ってね、本棚はい、ね、動画的にもな、うん、ちょっと待って。うん。100年もなかったら、ね、ないです。はい、本棚にはもうないです。まあ、同じところね。同じところに隠すか、本棚はもう、うん、動画的にないです。なので、あれ、うん、携帯でこれぐらい？うん。いやー、でもさすがにさ、ないよね。うん。さすがにないと思う。いやー、リミ多分この辺には隠さない気がする。わかんない。この辺オイルとかあるから。そんなわかんない。オイルとかあるから、リミオイルとかわかんないのね。だから、ね、オイルわかんなくても別に隠すのは簡単でしょ。正直だから、こう押すのはちょっと。お、来ましたね、また。いや、この辺は知ってるけど、いやこの辺携帯、この辺携帯ケースなんですよ。あー、なるほど、携帯ケースに紛れて携帯を置いてる。あー、ないですね。え、これ携帯ケースごと入ってんの？そうです。マジでこの中に、あ、ないわ。あー、ないね。ないです。ないね、ないわ。どうですか？お、なんか可愛いのがありました。とか言ってんじゃん。可愛いっしょ。可愛いでしょ。余裕ですね。この絵に入ってるのか。あー、なるほどね。こっちか、こっちの来たか。なるほど。あ、それな。なあ、チーンですね、チーン。あ、待って、え、見て、入ってるんだけど。マジ？見つけちゃった。ちょっと、なんで今見つけるの？ラッキーセブンの力よ。ね、余裕ですね。今何分みちゃん言ってんの？5分。あと5分だって。あ、よかった、5分も経過するのかと思った。やば、余裕こいでられないね。本当ですよ。ここはないでしょ。ここはないね。うん、
となるとどこだ。もうテレビ台、テレビ台、テレビ台。はい、テレビ台行きますか。みみちゃんのね、隠しそうなところどこ。ここあ、ここ隠しそうじゃね。みみここ好きじゃん、案外。好きなん。好きです。でもないわ、ないわ。で、この五女線ね、うん、あのね、頭がね、どうしてもここに入らなくてね、ボツになったっていう。ね、余裕ですね、しほさん。五女線。みみ、あと何分ですか。あと4分30秒ですね。あ、そう、この CD 買ったんだ。聞いてないよね。ロッキー3曲出てきた。ちょっと汚いですね、引き出し。ねえ、もうないって何。ん、みみちゃんがにんまりしてる。ねえ、ちょっと探してる。え、一応探してんの。一応探してるよ。一応探してんの、ちゃんと探してよ。一応ね、あのグッチラチラ見て喜んでんじゃないの、これ。あ、グッズをね、あの揃ってるかもしれないか。あ、なるほどね、そういうことね。そう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 、うん、まあ、うん、ないわ。分厚さ的にないわ。分厚さ的にないわ。分厚さは分かるんですか。みみちゃん、何分になったらないわ。ないないない。ヒントをあげるんですか、今回。1分。1分ですか。寝は厳しい。ない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 。重さで分かるの。ない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 。すごいね。あ、ないない。重さで分かるんだ。あ、テニスが飛び出してきた。余裕だね。え、余裕だね。余裕なわけないでしょ。あと3分10秒ですよ。9秒。急がないと。残り3分だよ、しほちゃん。そうね、しほちゃんがヒントをもらえるのは残り1分だそうです。もう結構やばくね。でも多分、うん、こっちはどう、多分動画的に撮りづらいからないのね。そんな動画的に、動画的にない。うん、でもね、うん、リミヒント出すときめちゃくちゃね。うん、うん、でっかいヒントあげんの。でっかいヒントくれんだって。マジか。それまで待とくな。それまで待つの。それまで待とくかな。それはちょっとね。お、考えております。どうですか。この辺ですか。私ここ見たでしょ。ここ見たでしょ。ここ見た。ここも見たでしょ。ここ見た。あれ見たよね。見た見た見た。後ろの見たもん。チョコ食べる？いらないよ。チョコ食べる？チョコ食べると頭良くなるように考えられない。なんか、あ、チョコ食べて冷静になるってこと？冷静になって頭良くするの。そうなの？リンゴも食べる。あ、リンゴも食べる。ねえ、ちょっと今探してるんですけど、二人とも。ほら、残りあと1分50、53秒です。やば。何どうしたの。ゴミ箱臭い。何ない。あ、ゴミ箱はないね。ゴミ箱臭いって言ったの。みーちゃん、まだ見てないとこたくさん。見てないとこたくさんって妹に言われてますけど。もう見たよ、全部。ん、うん、悩んでおります。お、もうちょっとで1分になっちゃうよ、残り。靴下あるね。靴下あるねって自分があれでしょ。いや、リミの脱ぎっぱなしかもしれない。リミ、あ、まあね、2人の責任。あ、リミちゃん、もう1分になっちゃった。じゃあヒント、ヒント、リミの近く。リミの近く、あなたどこにいんの。ここ、ここ、ここしかよくない。リミの近くだって。でもソファーの下なしって言ってるの。うん。え、ないじゃん。え、待って、足回んなくなっちゃった。リミ、終わり見てね。待って、あと何秒。20。ソファーの下ないよね。うん、20秒。あと20秒。待って、あと20秒。ん、あと15秒。何なんかあるんだけど。あと5秒。あります。
ところまでだよ。あれ終わり。カンカンカン。ありました。あれもう終わってるよね。終わった。これはギリギリアウトですか。セーフですよ。そこはあ、でも終わった、終わってから見つけたね。うん、ここにありますって。セーフさん取った取ってから。でもやっぱ見つけ出すまでだから、しおちゃん、ここじゃあすぐこう見つけ出せばよかった。だよ。そんなルール聞いてません。そんなルール聞いてません。残念でした。マジで？今日刺身なの？やだ、肉がいいかった。欲しかったね、しーちゃん。待って、あるって言ったじゃん。なんかありますって。でもありますかって言ったじゃん。でもなんかだから、携帯があるかどうかわかんないじゃん。そうだよ、ちゃんとこう見なくちゃ、すぐ。そんなルール聞いてもルールじゃなくて、なんかあるって言われてもなんかわかんないじゃん。しーちゃんのパンツかもしんないよ。そんなここにあるわけないじゃん。いや、わかんないわかんない。はい、ということでね、ちょっと爪が甘かったですね、お姉さん。今日刺身見たの、今日私7分で見つけたんだよ、すごくない？はい、大ヒントだったからさね、絶妙なヒントだったよね。でも、ここに座ったらここしかここじゃないし、だから、絶妙なヒント。でも私こっち見たじゃん。うん、ここしか上と一回こっち来てさ、あ、向こう行ったからもうこっちないかなと思ったら、また戻ってきてるね。だってなんかこっち見たなと思って、うんうんうん、だからもう一回こっち探してなかったら下見るかって。なるほど。はいはい、ということで今日のご飯はお刺身でございます。ずるいよそれは。私7分で頑張ったんだよ。じゃあお刺身とお肉両方でございます。え、それずるくない？それが一番ずるくない？え、それが一番ずるくない？え、だってあなたは今もチャラってことでしょ。だから肉はこれからもチャラってことでしょ。え、じゃあ刺身でいいですか？うん、あ、いいんだ、うん、じゃあ始めから。そこはルールでしょ、さすがに。あ、そうですか。急になんかルールに従う子になってるけど。だってさ、どっちなのよ。今まで全部チャラでお肉とお寿司両方にしましょうとか。いや、だって文句ばっか言うからさ。それが負けたもん。あ、じゃあいいんだよね、お刺身でね。いいよ。はい、じゃあ今日はお刺身でございます。はーい、はい、ということで。でもその代わりね、うん、明日から1週間お肉だから。なんで1週間。やられたらやり返す。じゃあ次の週。はい、ということで今回はね、やられたらやり返す企画でした。よくわかんない企画だね。ということで、それでは。